260人はですね、昨日の夜10時に広島を出発、途中明治神宮に立ち寄りまして必勝祈願をして、はい、試合開始2時間前にこの国立競技場。大迫の飛びから大迫優也、切り返してシュートを打つかどうか。もう一度大迫優也にボールが入った。左足で持ち帰る大迫優也、左足のシュート、ゴールが決まった。歴史が変わった、記録を塗り替えた、大会最多10ゴール、選手権新記録達成。の左足、鹿児島城西高校、鹿児島に優勝旗を持ち帰る第一歩、大迫勇也のゴールが決まって1対0です。よく粘りましたけどね、はい、やっぱり懐深いですし、手の使い方も非常にうまいですよね、非常に体の使い方もうまいし、あとボールを相手が取らないところにしっかり置いてですね、はい、やっぱり重心も強いですしね。